どうも皆さんこんばんは、吉山です。さあ、幻獣は欺く、なんとか式、読めねえよ。麗しきだ。麗しきだろ、これ。はい。来た。上位の麒麟。これ絶対強いやん。貝であの強さだったかんな。まあいいや、ソロで行くわ。どこで降ろしてんねん。いるの？待って、あっち雷になってなかった今。え、何あれ？これ麒麟がいるから雷になってるってそういうこと？違うかな？マジさ、古竜の痕跡集めってめっちゃ楽しくね？てかね、この痕跡集めさ、結構なんか嫌って言ってる人もいるみたいなんだけど、めんどくさくて。俺やばいんだけど、これ超好き。なんかめっちゃワクワクすんだよ、こういう青いシルベムシが。こんちは。はい、これ弱とか頭に入るかね。おつけよ。カイとは違うからマジで慎重にいかないとやばい。とりあえず怒ってない時は体切れるから切りたいんだけど。おい、怖え。いや本当に前とは違うからな。カイじゃないからな。本当に気をつけて。俺危ない危ない。負けたら終わりだと思った方がいいんじゃない。危ない危ない。なんやねんこいつ。怒った？あ、怒った怒った。はいはい。おい、ここちょっとあんま場所的によろよろよろあっぷね、よろしくないんじゃないか。とりあえず顔面に焦って、顔面に。おいおい、いや胴体は硬すぎる、あまりにも。顔面狙わないと削れない。多分キリンの攻撃って結構避けにくいから、割と持久戦みたいなとこあると思うんだよね。だからできるだけ顔面狙わなきゃいけないんだけど、顔面狙うのむずないこれ。よし、オッケー。はい、ひるめひるめ。いや、えぐいえぐい。オッケー、とりあえずしろ。これはね、兜割りなんて当てると思っちゃいけないわ。常に赤を維持しながら顔面を殴った方が絶対いい。兜割りが当たったとしても次の赤回収に無理しちゃったり、もう無理しなくてもキリンの行動パターン的にするの相当難しいと思うんだよね。ほいほいほい。とりあえずカッチカ、あ、違う、こいつ待って、なあ、やっぱなんだよこのダメージ。おい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 、危ねえ。アップ、あ、そうだ、そいつ忘れてた。さっきまで上位のパオールムーとか勝ってたからさ。あ、多分こいつの条件は上位で痕跡をひたすら集めることだと思う。まだわかんないけど多分そう。キリンの痕跡ひたすら集めてたもんね、上位のあれで。そしたら出たから、クエストでフリーじゃなくて、やばい、かー。こいつ怒ると硬くなるんじゃなくて、こっちの激おこ雷モードになると硬くなるんだ。え、どこ行っちゃったの。見えなくなるでやめろ、怖いから。不安になるわ。待って、これマジで言ってる、これ。これ相当強いぞ。やばいな、これ。体力は短いはずだから。あ、あの技結構好きあるな。で、ここでしっかり顔面を殴る。いやー、ペチペチいい作戦でいくしかない。あ、ほら、これ、この直立のやつさ。終わり、ほら、隙がかなりあるぞ。もう一丁。やべ！これやばい。ダメだ、もうスタートしちゃう、すぐ雷やられて。奇跡的に生き残っていく。あぶねえ、もう誰もが死を覚悟したわ。とりあえず黄色だ。いや、やばいなこれ。まあ、キリンは本当にシリーズ通してもずっと強いからね。よし、ガメチャンス。おい、いやー、クソ、カウンターいけたと思ったんだけど、今無理だったか。お、ナイス、顔面、全部顔面に当たれ。これ弱特発動してない？すごい頻度で回心出てるよ。だってほら、やっぱ頭弱特ついてるだろこれ。オッケーオッケー、めっちゃ殴れた。これでかいよ、今の私服の人ときめっちゃでかいよ。はい、画面こっちが向け、あー向かねえか。まあ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 、ほいほい。いやー、ちょ、兜割り転んだら熱いけどな。もう転ばなそう。もう転ばなそうだな。
ダメだ、思ったより殴れなくて逆になんか兜割りで一気に削る戦法がいいな。さっきと全然言ってること違うけど、二重進化だと。いい感じ。あ、来た、これだ。この時いけないか、無理、無理すぎた今。当たれ。あー、一番やっちゃいけないことやっちゃったって。このモードでこの狭さやばくない？ここ狭すぎー、硬すぎー、痛すぎー。あ、死ぬ、危ねー、狭、やばいやばい、どんなところで戦ってんだ俺ら。狭、え、すごい、あんな、あー、これは死が見えた。拙者、思想が見えた、よろしいか。あ、やばい、狭い狭い。いや、これ当たんなくれ。でも当たんなかったわ。麻痺が長い、生太郎助けて。生太郎撃ってる場合じゃない。長すぎ麻痺、危ねー。これ予備の蜂蜜持ってくるべきだったな。ちょっと足りなくない？硬いっす。やべ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 、本当に狭い。いやー、カウンター無理か、くっそ。え、なにこれ。あ、これか、顔面。はいはい、来た。ここで赤を回収していく。オッケー、ほいほい。どう、割と、割かしなんか意外にも殴れてる気がするよ。殴れてね。ほらほら、ドドの演劇よ。え、寝てるんだけど。吉田間、さてはうまい。吉田間、さてはうまい。はい、終わりだ。さすがに終わんねえか。来るか、雷モード来ない、来ないか。え、雷モードにならないとお前死んじゃうよ。もういいのか、お前の人生、人生銃声、お前の銃声終わっちゃうぞ。流星か、流星、古流だから。お前の流星、なんか人みたいになっちゃう流星、誰だよ。お前の流星終わっちゃうぞ。ほら、しっぽり蹴ってる場合じゃない、雷モードにならないと。はい、落ち着いて落ち着いて、危ない。遠投使えるかな、使えるわ。遠投はほんと早めに使えるから、こういう、しかもなんか丸い系のフィールドだと真ん中に置いておけば大体回避できるから、すごいありがたいね。はいはいはい、これ当たんねえな。おつけおつけ。え、これ何、雷出なかった今、疲れてる。え、もうこいつ虫の息じゃん。なんかほら、余裕ぶっこいてるし。ほらほらほら、え、やっぱ HP はおお低い感じか。ずっこけたらカブト割りで決めようぜ。やべ、スタンすんなよ、スタンすんなって言った。あ、見て見て、ほらスタンしながらも遠投で回復していく。これが遠投は強い。オッケーオッケーオッケー。はい、転んだ。じゃ、自分とどめの一撃よろしいか。なんで終わんねえんだよ、終われよ早く。えい、え、これ結構早くね、適当にやったんだけど。11分ですって、なかなかじゃん。初めてのキリン城行った割にはなかなかだと思うんだけど。この勢いでレア素材来い、レア素材。ライビ、主に報酬で入手できる。あ、でも4回剥ぎ取れた。あ、キリンなのに4回剥ぎ取れた。浄化は縦髪、古竜骨、勇気の証しでも結構なんか使いそうだからな、どっかで。古竜の血、古竜骨、雷角。キリンの一番レアな素材って何なんだろうね。てか、古竜は、あれ、キリンなんだ？銀閣みたいなのがあったっけ？